タレサ、エドが揃いました。なになに、久々の依頼だって？そうよ、坊やたち。しかもやたら気前のいいお客さんのね。モリス、早速ブリーフィングをお願い。ああ、本家はネオ国際連合武装軍、通称 UNF からの依頼だ。火星植民地で行方不明となった情報行動武士官の捜索を行う。彼女が今回の捜索対象、アイラ・タニア・キルナ中尉だ。本件におけるコードネームは A とする。おおほー、綺麗なお姉さんっすね。 A が UNF と最後に連絡を取ったのは火星植民地オルクス112番行動の付近ということだけ分かっている。現時点の情報から、この112番行動もしくは近辺の居住区域に潜伏している可能性が高い。今回は A の捜索と確保、そして中継ステーションへの護送までが我々の任務だ。俺たちのような民間軍事会社に依頼するってことは、ただの人探しじゃないってことだろうな。ああ、 UNF からの報告によると、坑道内で散発的に銃撃戦が発生している。メカ部隊を出せるうちの出番ってわけだな。ただの治安騒乱じゃない？火星植民地はネオ国連政府の管轄ギリギリだし、みんなのびのび過ごしてるのよね。任務に影響がなければいいんだが。民間人を巻き込む羽目になんのは現地民の避難情報はまだ入ってきていないな。ある程度は注意を払った方が良さそうだ。了解。ま、この程度なら楽勝っしょ。さっさと終わらせちゃおうぜ。依頼内容に比べて報酬が妙に高いな。何か裏がありそうだ。輸送機の準備はもうできてる。すぐ出発するぞ。気をつけていってらっしゃい。母艦で待ってるわ。はいはい、任せとけって。縦に分かれよう。了解。このクズの工具ども、無駄に抵抗しやがって。全員承知しまいな。やめろ。こいつどこのメカだ。クソ、友軍じゃない。撃て撃て。テロリストか。重武装してるとなると厄介だな。こっちは行き止まりだぜ。じゃねえか、お前らかかれ。
俺の後ろに隠れろ。アンテナのアンちゃん、今だ。あんたが誰だかは知らんが、仲間の仇を討ってくれ。おい、何のためにおめえら傭兵を雇ってると思ってやがる。さっさとあいつをやっちまえ。うるせえ、てめえに察知される覚えはねえ。へい、貴様の相手はこの俺だ。敵の二脚機と遭遇した。エドガ、こいつらただのテロリストじゃないぞ。こっちもだ、気をつけろ。こいつは。エドが居住区域に到着した。周囲は瓦礫の山、しかもそこら中血痕だらけだ。それもテロリストの仕業。 A の安否が心配だ。早く探し出すぞ。分かった、急ごうぜ。ハッチが開いている。奇襲か。光学センサーが再起動。させるか。
今までの連中とは違う。つまんねえ仕事だと思ってたら面白そうなやつがいるじゃねえか。だがお前にとっちゃ悪夢かもな。死ぬ準備できてっか。援護防御間に合ったな。エドガー、無駄だ。うわっ、覚悟はできてっか。ボルヘス、何を遊んでいる。とっとと捕虜を連行しろ。ちっ、待ったよ。お前いい腕してんな。だがお前らはここから出られねえ。じゃあ俺は仕事があるんで、せいぜい野犬の餌にでもなるんだな。ヒヤヒヤしたぜ。